どうも皆さん、こんにちは、ワイト夫人。墓地ではワイト扱い、リュウです。さあ、本日はですね、スターブラストを悪用しまして、令和のキースデッキ、組んでまいりましたので、ご紹介していきたいと思います。令和シリーズですね。令和シリーズ。令和シリーズ結構好評で嬉しいんですが、令和のカードプールで、そのキャラクターっぽいデッキを組んだらどうなるかっていうね、そういう、まあ、テーマのデッキなんですが、スターブラストっていうごめん、500の倍数を支払って、モンスターのレベルを下げて、で、そのモンスターをなんか単純に召喚できたりとかする、その、やばすぎるカードね。このカードなんですが、これと相性がいいスキルっていくつか、まあ今までありましたね。パズルの封印とか、お邪魔どもとかありましたけれども、これね、バンデットっていうスキルともすごい相性がいいんですよ、俺。これね、ライフポイント1500以下の場合に、相手の魔法トラップゾーンのカードを奪うっていう。ジャッジーっていう、まあ、そういうスキルなんですけれども懐かしいですね。俺昔はね、バンデットスタンっていうね、デッキが流行ってまして、でそのバンデットスタンではよく採用されていた、まあ、銀幕のミラーボールとか入れてね、流行っていた、まあ、スキルなんですが、これをいきなりスターブラストでデスペラードリボルバードラゴンのレベルを、まあ、一気に下げて、で、2500払ってこいつを普通に中途召喚できるようにしながら相手のセットカードを奪うっていうことができるんで、だからまあ要はこのスターブラストが相手のカードをパクるカードに変わるってことですね。強いです、非常に。あとはもう本当、キースっぽいギミックが搭載されてるだけなんで、ツインリボルバー、ツインリボルじゃねえや、ツインバレルとかデスペラードとかボムスパイダーとかが入ってると。でですね、リボルバードラゴン入れてたんですよ最初。普通の通常のリボルバードラゴン、いるかな、関連に。これ、こっちの、リボルバー。マジで弱い。本当に弱い、こいつは。なので、もう抜きました。いらなすぎて。で、防御札ないとちょっとマジですぐ負けるんで、まあ、この辺の、防御札入れて、で、あとは展開札の結集入れて、まあ、こんぐらいなのかなっていう限界が。まあ、これ使いたかっただけなんですけど、結局は。はい。というわけで、早速ね、バンデット、デスペラード、スターブラストのね、ちょっとコンボ見せていきたい。デュエル。スタンバイ。おらおら、早くカードを出しろ。ちょっと待って、これ煽り合い始まるやん。煽り合い対決きた。ちょっとね、デスペラード引かないと意味ないんですよね、このデッキ。マジでデスペラードゲーってなるんで、ちょデスペラードをサーチできないから、このデッキ、それちょっとめんどくさいですけどね。うわー、めんどい、クソめんどい。それすり替えか。なるほど、こっちはなすり替えなんていうな、運ゲーに頼ってないんだよ。今の勝者いいだろう。運ゲーに頼ってないんだよ、こっちは。こっちはな、バンデットとかいうな、もうキース様のアイデンティティとも、アイデンティティと言って過言ではない、このスキルでな、貴様のセットカードパクってやるからな、待ってろ。アレイス、いいだろう。シンプルに強え。それシンプルに強え。カード1枚セット、いいだろう。ネオスフィジョン、いいだろう。いや、これ強えな。2万と3、まあ、ワンキルは、でされないでしょう、多分。バレットネオスはおそらくですけど、フェイバレットヒーロー入ってはないと思うんで、多分おそらくさすがにバレット、いやこれ強いんだよな、このデッキ。アドバンテージ稼ぎすぎなんだよな、やばいんだよな。1,2,3,4,5,6枚、うわ強い、カードめっちゃ増えてる、めんどい。さあバトルフェイズ、ネオスでぶん殴られていく。さあまずはデコイッチャンの効果で、デコイッチャンの効果でワンスローしていく。よし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 、いいぞいいよ、ナイス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 。これはどっちでもいいか、守備表示でも攻撃表示もどっちでもいい。とりあえず守備表示でいいか。守備表示で特殊召喚していくね。一回吐かせよ、一回ネオスフュージョンの耐性吐かせていく。バトル重量時、デスペラードリボルバドラゴンの効果。さあ表二回出していこう、表二回出していこう。基本的に熱い強すぎ、強すぎ問題発生。さあ一応モンスター破壊できるんでワンドロー入りますね。これさあ、これシンプルに運命力発動していく。いや強え、これは強い、さすがに。でボムスパイダー、なるほど、ボムスパイダーか、ボムスパイダー微妙だな。スターブラスト発動、スターブラストの効果によって2500のライフポイント支払い、フィールド上のデスペラードリボルバードラゴンのレベルを下げていく。まあこっちも見せるしないね。でスキル発動、てめえのセットカードを相手がいた、バンデット、よし最強カードだ。
そうですね、まあ、とりあえずツインバレルいきます。バレルいきましょうか。でバレルで、ここを選択してアレイスターも破壊したい、基本的に。はい、はい、無理か。それは無理か。それは無理。でバトルフェーズ入っていいのか。これ攻撃表示終わったのか。とりあえず殴った方が打点、ちょっと与えられるんだけど、でこういうことがあるんですよ。これがあるからって言おうとしたら2回連続表を強すぎ。これな、これもいらないか。これどっか消し飛ばしとく。これツインバレル消し飛ばしとこう。でこれでバチコやってワンドロー、強すぎ強すぎ強すぎ。でターン終了。イカサマコインの使い手は俺だ。残念だったな、キース。俺はコインがうまいぞ。俺様はコインを投げるのがうまいぜ。コズミックサイクロン、やめろやめろやめろ。コズミックサインはマジでやめろ。ふざけんなよ。まあでも相手のカードですからね、あれ、もともとは。まあよしとしよう。相手のカードだから。てかさ、これさ、俺ワンドロー、ツードロー、ツードローしてんのにさ、枚数同じってやばいよね、カードの。で、アレイスターオッケー。アレイスターオッケー。で、召喚魔術オッケー。召喚魔術、水属性出てきたらもうほんとやばい。水属性はほんとオツや。水属性いないですよね、まさか。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、バレットはいい。プレガトリオはいい。あと、俺がここで運命力を見せつければいいから、またもう一回表出せばいいんでしょ、俺。簡単ですよ。もう一回表出せばいい。簡単なお仕事。オッケー。アレイスターオッケー。いいだろう。運命力を試してやるぜ。さあ、アレイスター。召喚シアレイスターのモンスター効果発動。召喚魔術を手札に加えて。だからあれですね、簡単に言うとですね、今のところ、ま、テンパランスありますけど、ま、2回表が多分最低条件かな、今のところ。1回だと、1体でぶん殴られてワンチャン負ける可能性あるんで、2回アレイスターみたいなパターンあるんですけど、ま、でもテンパランスあるからいけるか。でプリガトリオ、オッケー。で、これバトルフェーズで表1回しか出ないことを祈るってことでしょ？ってことね。つまり、簡単に言うと、そういうやつね。バトルフェーズ入れ。早く早く運ダメージさせろ。バトル来た、行け。まだいいか。とりあえず殴られて、バトルステップまで行って、デスペラートリボルバドラゴンのモンスター効果を発動。これがギャンブラー。 My name is ギャンブラーリュウ。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、武藤優儀選手、ブラックマシャンですかね。まあ、とりあえずちょっと一回、こういう場合はですね、まあこれでいいんですよ。結集がある場合はスターブラストを無理に使うことはないっていうね、初手から。まあ、後々使えばいいって話がありますんでね。とりあえずちょっと一回ブラフかけて、どっちをコズミックサイクルされるんですかっていう話ですね。で、影帽子めんどいな、影帽子。あ、でもさ、俺冷静に考えたけどさ、これ超人武者ってさ、デスペラードめちゃくちゃきついんじゃないの、これ多分。これまあ選んで、表が出ればだけど、裏出たらやばいけど、表が出たら多分さ、選んで破壊だからさ、影帽子で無効にできないじゃないですか、デスペラードリボルバードラゴンの効果が。だからこれ多分ね、いけるんですよね、割とね。そこそこ天敵やとは思う、デスペラードリボルバードラゴンの効果自体が。選んで破壊するっていう効果を、超人武者って多分無効にできないんですよね、多分ね、モンスター効果で。多分ね、相性はいいんじゃないか、で出せればだけど、デスペラードが。さあ、一体全体どんな展開をしているかによるが、裏出たらやばいけどね。裏出たら本当にやばい、マジで。もう裏出た瞬間本当に終わる、人生が。で、まあ、四天童子もいいわ。四天童子も OK、 四天童子もいい。で、これで一族の結集して、で、ここで選択して、これ結集もう一回セットもできるしね。で、これ攻撃表示じゃなくてもいいか、守備表示か、守備表示特殊召喚していく。で、一族の結集破壊された場合の効果発動、もう一枚セットできる。いや、この効果強いんだよな、この効果ほんと強いんだよ。これアドバンテージ失わないでしょ。チェーンして発動してもう一回セットって、これやってるの結構やばいですからね。
さあダブルホーン発動。あそっちに、あじゃあダイレクトアタックは来ないから大丈夫だね。グレートウォールもいい、グレートウォールもいい、そこまではいい、許してやる。オッケー。でこれで表出して絶望させればいいんでしょ。分かってんですよ。あぶれ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 あぶら、クソ危なくて草で、ドローナイス、きた最強で、これ攻撃表示に変更していく。まあ、もう出してもいいか、もう出してもいいね、別にどっちも関係ねえや。まあ回転ロイドかなんか持ってても別にどうでもいいや。でこれで出していく。でデスペラード2体目、これも積んだでしょさすがに。全然スターブラストを使ってないけど、あカイト、はいカイト使ってください。カイトロイド使ってどうぞ。はい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 、カイトロイド使ってどうぞ。はいね、はいいやもうデスペ2体は超人武者、これ多分ほぼ無理だよ。ラバーゴーレムかなんか引いても無理か、引いても無理やから、これはほぼ無理多分。セット、それグローブね、それグローブやから、ツインバレル殴りでいいのか、ツインバレル殴りでカード1枚セットで、バトルフェイズ、ツインバレル殴り、これグローブなんで、これグローブだから、グローブでもない、グローブでもない、対戦ありがとうございましたスターブラストどこ行った。さあお相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ、さあ見せてやるぜ。コイン、これワンチャンコイン対決かなんねえかな、ジョブのうち。これね結構ね、あのねプラチナ隊ってなんか割とね面白いデッキ多いんだよね。あのレジェンド隊とかキング隊とかになってくると少しなんかちょっとガチデッキみたいなのが多くなってくるんじゃないですか。だから、まあ、あれなんだけど、そのプラチナ隊って結構面白いデッキ多くて、なんかね一番戦っていて楽しいんだよね。結構アイディアにあふれるデッキ意外とあって結構楽しい、割と。なんかワンチャンプラチナ隊とどまってなんかデュエルするのがデュエルリンクスの正解の楽しみ方なんじゃないかなっていうのはちょっと思ってる今最近は割と。まあちょっとね、あの自動的に上がっちゃいますからねプラチナ隊っていうのはね、若干それが面倒くさいってのありますけど。さあ、デコ1来た、デコ1来たか、デコ1セットか、デコ1セット殴ってみる。これなんだろう、これ何、これ誰、あミズジャッジ。なるほど、これお互いにコイントス系なんじゃないの、これお互いにコイントスデッキっぽいよねこの動き。さあジョーノチ君これは何デッキだ、あれか、なんかスターブラスター、これこの間またスターブラスタージョーノチあったからな俺。結構ねスターブラスタージョーノチ意外とスターブラスト引きすぎ。ちょっと一回ボムスパイダー行こうか、ボムスパイダーじゃないデスペラード。一回スターブラスト行く、パクるか、あれパクったら勝ちか。スターブラストで、2500減らせるよね、ここ25いけるわ、スターブラスト発動、スターブラストの効果によって2500ライフを支払い、俺は、あ、何貴様やるな、こいつ、あ、デスペラードスだ、バンデットケアしてきやがった、バンデットケアやるな、バンデットケアやるねこれやばい、ちょスターブラスト若干無駄打ち。あーなるほど、デスペラード効果か、なるほどなるほど、いいだろう、それはいいだろう。ホーリーライフバリアか、なるほどなるほど、でツインバレル、なるほどね、はい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 、オッケーオッケーオッケー。今殴る意味ないな、殴る意味ない、これ守備表示に変更しといていいか、なるほど、これターンエンドしかないから、まあ、出す必要ないね、あのツインバレルは。さあ城之内くん、ただ残り約1700、多分これ運を味方にですよね多分ね、ってことはおそらくこれスターブラスターなんか相手ちょ分かんないんだけど、多分ねこれ今この城之内のコイントスデッキ使ってるってことは運を味方にだと思うんだよね多分、あのスターブラスターだと思う、おそらくそれくらいしかこいつ使う今価値ないから、多分だけどそうだと思う。てかデスペラードっていうカードは俺のカードやけどな、そのカード自体は俺様のカードだから返していただきたいと思ってる。さあジョノシケ考えてるね、ここでサレンダーですか、何もできずにサレンダーはこれボツになっちゃうからやめていただきたい。さあジョノウチ君頑張ってください。さあ考えております、遅延ですか、遅延行為ですか、報告しますよコナミさんに通報しますよ
さあ城之内くん頑張って考えております。お、動き出した。カード1枚セットか、セット。いやデスペラードマジ引けよ、デスペラード。いやーこれきついか。これはツインバレルか、ツインバレル、ツインバレルでいこう。ツインバレルで効果発動、それ破壊したい。それ何、いやー無理か。うーん、殴りに行くか全員で、しょうがない。一回開けとこう。でバトルフェイズ、ツインバレルでぶん殴っていく。ツインバレルで、でバレルでボムスパイダー効果、ボムスパイダー効果で、うわデスペラード来た。なるほど、まあでもデモンズチェーンがありますね。デモンズチェーンがある、多分大丈夫だね。デモンチェーンがあるから大丈夫そうだね。デモンチェーンあるから大丈夫で、ターン終了で、ボムスパイダーじゃないわ、で、デスペラードの効果発動にチェーンして、デスペラードにデモンズチェーン打って、これで耐久していく。いや多分これ何とかなんじゃん。850がちょっとやばいけど、若干その850っていうライフがマジでやばい。ちょうまいことライフ調整されたなみたいなとこある。やばいモンスターおるやん。え、でもこれ殴ったら勝ちやな俺これ。